はい、どうも。一回死んだ男の言いたい放題チャンネルということで、本日はですね、皆様にお知らせがございます。はい。ですね、私はですね、今度1月24日の水曜日ですね、とあるところで講話をさせていただくことになりました。そのお知らせをさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ですね、このチャンネルでも何度かお話しさせていただきます、おりますけれども、倫理法人会っていうですね、経営者さんとか、あと働く皆さんの勉強会ですね、にですね、もう長らく、4年、5年目ですね、参加させてもらってますけれども、有名なところで言えばですね、鴨頭さんですね。東京でですね、すごく YouTube で発信して、炎の講演家とも呼ばれる鴨頭さんも倫理法人会参加して、で、人生が変わったっていうことでですね、発信されていますけれども、全国でもですね、7万社、会社がで7万社以上の会社さんが、この倫理法人会、全国津々浦々のところで、単会っていうことですね、勉強会を開催して、そこに参加されているというところであります。で、私もですね、堺市中区の倫理法人会っていうところに所属してますけれども、その倫理法人会でなんとモーニングセミナーの、講話をですね、1月24日に会の中で、40分近くにわたって担当させていただくということになりました。はい。初めての、講話をですね、させていただくということで、すごく今から緊張しているんですけれども、で、もしその倫理法人会のモーニングセミナー一緒に参加したいっていう方がですね、この動画を見られる方でいらっしゃいましたらですね、お気軽にですね、参加していただいて、一緒にですね、勉強できたらなと思います。私がなぜこの一回死んだっていうところですね、動画の中で言わせてもらっている内容ですね。どういうことなのかとかですね。発信して、活動している内容とかですね、勉強させてもらったことなんかをですね、ちょっと動画ではあまり言ってないようなことも含めて、ちょっと発信の方、講話の方ですね、させていただこうかなと思っておりますので、もしご興味があられる方は、ご気軽に参加していただきたいと思います。ただですね、ちょっと、たくさんの方ってなると、もう会場もそこまで広くないので、先着10名様に限るということで、させていただきたいと思います。参加は無料になっています。で、電車で来られる方は、堺市の泉ヶ丘駅ですね、泉北高速鉄道の泉ヶ丘駅下車5分のビッグワイというところで開催します。で、車でも参加しても大丈夫です。ですね、ビッグワイも駐車場も完備しておりますので、無料となっております。はい。このチャンネルの概要欄にメールアドレスを記載しておりますので、ご希望の方はそちらのメールアドレスにお名前と電話番号ですね。お名前と電話番号を記入いただきまして、メールを送っていただきましたら、こちらから返信させていただきます。先着10名様ということでさせていただきます。ぜひお早めにちょっとご連絡の方をどうぞよろしくお願いいたします。1月24日の6時半、6時半をスタートするので、もうちょっと早くに来ていただいたら、お話もさせていただきますので、どうぞよろしくお願いします。はい。それでは、最後まで見ていただきましてありがとうございました。今後とも、頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いします。それでは、さよなら。ありがとうございました。